俺たち映画野郎チャンネル、はい、映画野郎編集長の原口と映画野郎副編集長ジョン・ヨガがお送りいたします。この番組はエンタメ中心の男性向け映画媒体映画野郎の YouTube 版としてお送りしております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで原口さん、今回のテーマは何でしょうか。はい、今回は、まあ、いつもやってる、月刊ベスト3企画に続く延長戦動画になっています。はい、ということで、タイトルとしては映画雑談2024年6月公開映画ベスト3延長戦ということで、はい、前回の動画の3本、まあ、それぞれあのベスト3の本数かぶっちゃったんですけど、それに続く、まあ、4位以下の作品、また、6月にヒットした作品で、これは映画用的に扱った方がいいんじゃないかなっていう作品にも触れていければなと思っております。はい、でさらに今回はですね、あの7月に突入したということで、うん、あの今年2024年上半期がもう終わってしまったんですよ、まあですね、いつの間にかって感じなんですけど、うん、だからやっぱりこの時期、まあ、去年もやったんですけど、はい、上半期をちょっと総括する意味で、うん、上半期ベスト3も軽くやってしまいましょうと、その軽くって言ったのはですね、結局俺たちって毎月毎月ベスト3紹介してるじゃないですか、ね、うん、結構わかるよね。今までベスト3で紹介した作品がどうせ入ってくるから、はい、あのあんまり何回もこすってもしょうがないなっていうのもあるんで、はい、まあ、だけどやっぱりその6ヶ月間振り返ってやっぱりどれが上位に来るっていうのはやっぱりちょっと気になる方もいらっしゃるかなと思うんで、それぞれの面白かった上半期の作品ベスト3ちょっとここでパッと発表したいと、ね、うん、だからボードには書くんですけどめくりはやりませんということで、はい、じゃあもう出しましょうか。はい、はい、上半期ベスト3はこれです。で僕はですね、なんか被ってね、被ってんね、2つ被ってますね、はい、まあ、僕から言いますか、はい、3位は某は恐れている、はい、これは2月の1位の映画でした、はい、で2位が僕アーガイルを入れたんですけど、あ、これね結構世間的に評価が上がったんですけど、結構好きなんだ、いいよ、これ3月の1位でした。で1位にしたのがシステムクラッシャーで、相当なミニシアターで、僕もうこの時点で結構見てない人相当多いと思うんだけども、4月の1位だったんですけどね、うん、はい、相当ダントツの衝撃を食らった映画です。はい、で僕も僕でそのシステムクラッシャーを3位にして、これが、まあ、僕の4月の1位で、で僕その2位に、1月の1位だったヨルゴス・ランティモス監督作品の哀れなる者たちを入れて、で1位に2月の1位だったアリアスター監督の某は恐れているということです。某は恐れてるって結構評価高いんだね。めっちゃ高いっすよ僕。まあ俺も好きなんで、まあ俺も好きだから3位に入れてるけど、まあ、確かにシステムクラッシャーがエンタメかどうかってちょっと異論あるかもしれないけど、うん、やっぱ衝撃食らった動画ね、半端ないんだよね。まあね。ですよね。だからそういう意味では僕を上位に食い込ませたのはあるんですけどね。うん、まあそれよりもやっぱこの2つ、僕的にはこの2つはかなり鉄板だったかな。もう崩せなかったな。うん、この2つで上の2つ。あ、だから某が襲えていると、うん、哀れな。まあまあまあ、そうね。気鋭の監督の本当に決定打みたいな。うん、作品ではあると思うんで、うん、あれなる者たちもね、やっぱりちょっと迷ったぐらいの作品ですよ、うん、傾向はね、なんだろう、ちょっと変わった、なんだろう、くすんでる系くすんでる系くすんでる系まあでも納得、まあ小川君のキャラクターも加味するとすごい納得いくみたいなところあるけどね。いやでもさ、システムクラッシャーを言うとさ、はいはいはい、あの本当にね、可愛らしい少女の姿をしたモンスター映画なんですよこれ。まあそうだね、本当に俺映画館の中でね、もう座席の中でずっと凍りついてぐらいの本当やばい映画だと思うんで、今ね都内でね、まだねアップリンク吉祥寺ではね続映してるみたいなんで、うん、あの気になった方はちょっとアプリ活用したり、ね、これね、だって配信でなんかそのうちやるかどうかわかんないもん。うん、ちなみにこの下とかって何なんですか？読むとか、ね。あ、そうね、哀れなる者たちが入るか。はい、うん、あ、違う。あとね、先月1位にして俺ホールドオーバーズをちょっと入れるかどうかもう迷いました。結構ね、だからホールドオーバーズはそうなるとね、でも他も結構あるんで、僕は、あ、だからそれこそ。この下がアンのことですね。アンのこと入るのね。はい。うん、まあそんな感じですか。まあ、まあ、皆さんこれで見て、また今年のね、年末というか年明けに、まあ年間ベスト10やるときに、まあここら辺が入ってくるのかなみたいなところを期待してもらえればなと。ちなみにね、うん、これ去年ね、私その上半期の上3つどころか、うん、上5つがそのまま年間のベスト5になりましたから、うん、今年も下手するとその可能性もあるよっていうね。うん、
じゃあちょっとそういう話の流れで、うん、まあちょっと上半期の映画界ちょっと振り返ってみるみたいなことをちょっと語った方がいいかな。なるほど。あのね、いやヒット作目線で言ったら、はい、まあ映画野郎的には全然紹介してないあのやっぱアニメが強かったんじゃないか。まあこれ去年からの結構傾向だけどさ、まあ、去年もその前からも、うん、やっぱ実写よりなんで実写よりもこんなにアニメって強いんだろうとか思っちゃう。アニメが何が来てるんですかねこの上半期って。アニメ。ね、いやまず。ね頭から12月からほらスパイファミリー劇場版とか あ,、はいはい、あと配給ね配給配給配給ごめん俺ね見てないからその発音が分かんないな、ね、配給でいいのか配給なのかが分かんないなんか配給的に配給みたいな感じで言っていいのか僕も見てないからとかこれはねあとあとなんだっけガンダムの劇場版もあれすごいヒットしたんだよお見てないな、うん、とかまあ最近だったらもちろん名探偵コナンの新作も、ね、まああれ毎年大ヒットしてるまあ、なんか鉄板みたいな感じで入れたね。いやめちゃめちゃアニメが上位、まあ、1位とか上位席巻しててなかなかそこにね実写が割って入る。食い込めねえってやつか、うん、そこで1週だけそのマッドマックスフィリオサが1週だけ食い込んだっていう週はあるんだけどあとディアファミリーが2週1位だった時もあるけど、うん、もうあとは本当アニメなんだ しかも今ちょっと原口さんがこうパッパッパって言ってやつって、うん、僕もちょっと頑張って最近アニメを見るようにはしてるんですけど、うん、3本とも触手が動かしたアニメでしたねあとねだから映画野郎的にはそこら辺語れないんで、まあ、これぐらいな感じですけど、うん、あともう一個その上半期の傾向で言えば、はい、あのやっぱこれも去年からちょっと続いてる傾向でやっぱハリウッド対策系が結構少ない極端に少なかったですねやっぱりこれもねほら去年 の脚本家組合のストライキってあって、はい、アメリカのね、ありましたね。あれ結構何ヶ月もう3ヶ月か4ヶ月とか、うん、あれが結構を引いててそうですねやっぱりなかなか対策系が動き出さないとか、うん、例えばトム・クルーズの撮影が結構止まったとか、うん、なんかそういうのがあってまだ今年を引いてて、うん、多分今年いっぱい続くんじゃないかないや続きますね、これは、うん、あとほらマーベルの、まあ、あれディズニーの配給なんだけど、うん、マーベルの作品もあれ減らす傾向にしたっていうふうに会社の決定にしたんだよね、うん、だから今年マーベルの新作ってあのデッドプールとウルヴァリンの あれしかないんだよえあれだけなんだ、うん、今年今なるほど。じゃあもう外しようがないじゃん。うん、どうするの外したら。だからマーベルの作品もそんな減らしちゃったんだと思って。ねうん、だからちょっとねそこら辺映画用目線の作品がちょっと今年寂しい傾向はあったかなっていうのと、うん、そういう中でねやっぱりその中でも映画館って新作どんどん供給しなきゃいけないじゃない、はい、だからミニシアター系で結構埋もれてるような傑作がなんかちょっと発掘された例がいくつかあるかなみたいなところそれでどうこれの例えばシステムクラッシャーっていうのもそれに入ると思うんだけど、はい、これ5年前の作品なんだよね。5年前なんですね。2019年の映画を今発掘されたとか。とか、あとあれですかね、私が5月1日にしたデンマーク映画の胸騒ぎとか。あ、胸騒ぎ、もうあれも発掘系。発掘系なんだ。あとほら、前の動画で、これ2位に入れた、はい、How to Grow Up っていうのも、あれも2年ぐらい前の、確か作品で、あの全米公開は去年だったんだけど、はいなかなかあの配給も決まらない中でやっと今年公開されたみたいなのがあって、うん、だからそういうね低予算とかあの注目されてない、まあこれシステムクラッシャーってドイツ映画だけどそういうなんか小さい作品でも面白いものがあればどんどんやっぱり発掘して、配給の方々公開していただければなと思っております。そんな期待感を込めて、うん逆に言ったらそういうミニシアターにとってはチャンスのね年じゃないかなと僕は思うんですよ。あるね、でなんか上から目線すいませんけどいや謝りますけど、はい、いやでも本当にねそのあたりは僕好きなところなんでそうねぜひともねいやまだまだいい作品ね埋もれているとしたら本当にこのハリウッド大作が少ない時期にこううまく発掘してほしいなと思います。はい、っていうことで上半期の話はここら辺くらいとして で、ね、でいつものその延長戦として喋っでいきましょうか。はいはいはい。じゃあ前回の作品から続く4位の作品になりますか。すね、はい、これ4位を言うと僕言うとねあんまりヒットしてない映画なんですけど、はい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 、ドライブアウェイドールズっていう。イーサン・コーエン監督の単独監督の。そうなんだよ。僕も4位です。そうなんだよ。あ、被るんだ。被るんですよ。ドライブアウェイドールズ。面白かったよね。だからちょっと良かったっすよ。これね世間的にもさあのレビューサイトとかでみんなことごとく評価低いんだけどさ、うん、いやそんなことないだろうとかすごい思うぐらいの。いやまあ大傑作がベスト3に入れなかったぐらいだから大傑作とまでは言わないけど。イーサン・コーエン兄弟の大傑作とは言い、うん、まあ、うん、しかも単独だしね、うん、
まあ、古作ってあるじゃないですか、公園兄弟。古作って言っちゃあれですけど、ちょっとした。古作的な。古作的なね、うん。そういう感じですよね。本当。公園兄弟らしい、そのブラックなテイストで、ちゃんとコメディやってて、うんうん、やっぱブラックコメディ好きとしてはね、これはなかなかの。うん。っていうか、一人で公園兄弟って感じだったよね。うん、今回は。まあ全然。これ以下にっていう。うん、全然二人でやってた頃とそんなに変わんない感じはするけど。相変わらずなんかね、このメインの主人、あの、女の子二人が途中、うん、要するにドライバーウェイってなんか、うん、A 地点から B 地点まで旅する代わり、うん、その車使う代わり、それを、B 地点に運ぶっていう仕事を請け負って、それでお金を儲けるっていうなんかシステムがあるらしいね、うん、その車が曰く付きっていう。うん、まあ謎の、まあ、スーツケースがあって、まあ、それが、まあ、車に積んであるんだけど、まあ、それを巡って、うん、まあ、マフィアというか悪いやつが追いかけてくるみたいな、っていう相変わらずのまあブラックコメディ的なの、ね、あの設定の鉄板な感じの設定なんだけど、この映画何が面白いかって、まあ、設定だけ見たら割とよくある、うん、マフィアがあの一般人を追いかけてくる的なブラックコメディだけど、うん、その主演の女の子2人が、なんつのキャラが濃いっていうか、まあ、片方がレズビアンの女の子で、そのねレズビアンネタの下ネタっていうのをもうめちゃくちゃ入れてる映画ですね。でしかも旅の目的がね、うん、若干違って、あの2人の女の子の片割れのもう一人のね真面目っ子がいるんだけど、うん、その真面目っ子がなんかそのマイアミの方にあるの近郊にあるおばあちゃん家に行くっていう真面目な理由なんだけど、はいはいはい、それにその相方の女レズビアンの子が、じゃあ私も その旅に一緒に行くけど、うん、ね、それは要はレズビアンバーを巡るっていう、レズビアンバーをいろいろ行きたいねみたいな。そんなレズビアンバーっていうのが俺たちにはよくわかんないんだけど、まあ、まあ、まああるんでしょうね。まああるんだろうけど、とにかくそれレズビアンってことを前面にこう押し出した女の子がもうはちゃめちゃな行動をとって、もう、周りをなんか混乱に巻き込んでいくみたいなドタバタの展開がまあ面白いんだけども、でやっぱりこのね今のご時世さ、やっぱり LGBTQ とかの多様性をやっぱ受け入れなきゃいけないみたいなご時世じゃないですか。そうですね。この映画の企画やっぱすごいのは、その多様性を受け入れなきゃいけないっていう時代に、じゃあレズビアンの下ネタっていうのでみんながどれぐらい笑ってくるんだろうかっていうことに果敢に挑戦してるってところが、それがこの映画の一番面白いところ。いや、そうだと思いますよ、僕も。あの、本当世間的にはね、レズビアンネタの下ネタって、やっぱ分かんないみたいなことが多いと思うんだよね。だからそれでみんな全然笑えないとか、そんなどぎついこと言われてもどうしたらいいのみたいなことで戸惑っちゃって、点数低くしてる人が多いと思うんだけど、チャレンジ精神で絶対変わらなきゃいけないと思うんだよね。いや、そう思いますよ。あの、意外とですね、LGBT って僕も結構見るんですけど、うん、結構真面目なもんですよね、社会派っていうのが多くて、うん、あの、だからそういう点で言うと、LGBT、しかも N を取りかけた映画で、これだけコメディにできるってね、実はね、その手でね、うん、LGBT でコメディに持ってった監督でもう一人ね、まあちょっと時代は違うんですけど、うん、いて、それが今年のね、カンヌ映画祭で、あのパルムドールを取ったショーン・ベイカー監督も、あのね、タンジェリンっていう映画で、うん、LGBT の T を取り扱ったコメディをやってるんですよね。はいはい、でもやっぱ女の子2人の、まあ、ロードムービーみたいな設定見てね、うん、例えばほらテルマ&ルイズとかを期待しちゃったとか、なるほど、でもそうだもんね、なんつうの、なんかちょっともっと、あとそういうね、あのマフィアが追ってくるみたいな設定で、そういう犯罪サスペンスものみたいなものを期待しちゃったっていう人たちには思ったのと違うみたいなことを言って評価低める人多いのかもしれないけど、うん、いやこれはちゃんと新しいことやってるブラックコメディだよってことを本当に強く主張したいなと。ただね、はい、僕今回そのベスト3に入れられなかった理由がちょっとあって、うん、今回のこの作品の中で途中さ、なんか変なサイケな演出あったでしょ、うんうん、はい、我はいまいちねピンとこなかったね、これ。いや、あれ、ね、あれいいの、あれ俺ね、わざと古臭い感じでやってんだと思う。そういうことね、うん、でも往年のなんかそういう、あ、そういう60年代サイケみたいな、うん、そう、サスペンスみたいなのを結構意識してんじゃないか。あ、でもそれ考え、その割には1999年のその時代背景をめちゃくちゃしっかり描いてるね。あ、そう、あのパーティー、そのパーティーのさ様子なんかの当時よくやってた Y2K、 ああ Y2K、ね、はい、Y2K ネタをやったりね。そうね、あれはちょっと懐かしいな。そうそう、ああ99年だと分かるもん、あれ。あの最後の方でさ、マット・デイモンが出てくるんですけど、あの使われ方とかね、あの、よかったなと思いました。言えないけどね。うん、はい、まあそんな感じで、はい、ドライバー・エイドルズも指揮に乗ってもらった方を見てもらいたいなと。で、続いて何を第5位は、うん、
あれですよ、はい、僕は。行きましょうか。はい、ウィル・スミス、マーチ・ロレンス、はい、ダブル主演のバッドボーイズ、ライド・オア・ダイ。まあ、バッドボーイズシリーズの第4弾ですね。4弾です。うん、なかなかね、これは、こう、エンタメ色強く。これね、あのまあバッドボーイズシリーズって割と何回か擦ってて、そのまあ2が好きなんだけど、結構これね、それひょっとしたら過去一番面白いんじゃないかって思うぐらいの俺いい出来だなと。だから俺も5位なんですよ、これに関して。その前の作品の、3作目のネタをちょっと引きずってはいるけど、まあうまくできたんじゃないかなって。まあまあ単独としてもちゃんと見れるようになってるし、もちろんそうですよね。あのね、やっぱりの何よりもちょっとね、前作がね、もうちょっと事件的なのと、うん、テイスト的にもちょっとシリアスなので、そのま、監督がマイケル・ベイから変わったっていうのもあって、はい、あのちょっとシリアスめに、なって、俺としてはちょっと印象落ちたんだけど、今回の第4弾がちょっとやっぱり元々のあの楽観的なテイストとかも戻って、うん、結構コメディ演出も面白いし、ね、うん、あとね、アクションの見せ方とか演出とかがすごい面白かったんだよね。後半ね、わかる。いわゆる POV 視点のシューティングゲームみたいな見せ方するんだよね。なんかこうやって見て、もう打ってる、なんていうの、カメラがもうここにあるみたいな感じでさ、うん、あそこら辺ね、おっとやっぱ思うところがあって、アクション映画としてもちょっとレベル高い。でしかもね、使ったところが実際あるんだよね、ああいうさ、マイアミの方にあるんだろうけど、はいはいはい、あのなんかね、潰れたなんかね、ワニ園のなんか、はいはいはい、とアトラクションものをなんか、うん、合わせたようなね、うん、そういうテーマパークっていうのかね、はいはいはい、をうまく使ってね、うん、あのワニ、巨大のワニ、あそこら辺の舞台設定もちょっとニヤニヤできるとか、うまかったよね。だからあれ今回だから3からちょっと上がったっていうのが、第4弾です、上がるみたいな感じでね、ちょっとびっくりしました。ちょっとどっちかって言ったでしょ、ウィル・スミスよりも、まあ、マーティー・ローレンスさんが年上なんですよね。そうそうそう、あ、まあ、元からそうなんだけど、マーティー・ローレンスの初老ネタ、うん、あれ見た時にね、あれまあ冒頭からそういうネタあるけどさ、やっぱり毎日不節制してさ、うん、あのちょっとあの夏の中年太りになっちゃって、結局それで不節制がたたって倒れるみたいなところがあるんだけど、うん、俺なんかいつぞやあのちょっと小川君を連想してしまいました。いや、だからね、結構生々しかったね、うん、あのね、こう倒れてた、あとこう養生しなきゃいけないわけで、こうもうね、絶対スナック菓子ダメよとか、あとチョコダメよって言ってんだけど、そのなんか バーやクラブとかこう調べるときに置いてあるんですよね、ジェリービーンズとか。それがね、もう甘いお菓子とかも食べたくてしょうがない演出とかね、あそこら辺うまくやってるなってのある。ギャグとしてちゃんと使っててね、よかった。そうね、ただね、そのちょっとやりすぎだなって思ったのが、そのマーティン・ローレンスがそっからね、さらにこう進んで、なんかスピリチュアルネタに走ってよね、今回。ああ、はいはいはい。ちょっと、もうちょっとね、その暴走をね、その塩梅をもうちょっと抑えてくれればね。いや、俺、あれぐらいなんか、ぐらいよかった、ぶっ飛んでたぐらいがね、俺、いいんじゃないかな。ああ、まあね。結構、そのシリアスなあの本筋とギャグとかが、結構なんか、バランスどうなんだみたいに思う人いるかもしれないけど、で、ね、でも、もともとね、バッドボーイズシリーズってそういう、うん、もんなの。ギャグとシリアスが同居しているシリーズだから、これはこれでいいと思います。はい、まあ、そんな感じですかね。はい、あと、一徳映画。やっぱヒット作というか、やっぱ野郎目線でやっぱちょっと触れとかなきゃいけないのが、やっぱり28日から公開されたやっぱクワイエットプレイスで、ちょっと触れとかないといけない。まあ、初登場5位だったみたいな。まあ、もっと上位ってもいいのかなと思ったけど。うん、まあ、僕も小川君もちょっとうーんな感じではあるんですけど。まあね、ちょっといろいろ、まあぶっちゃけその前の、クワイエットプレイスの2作があって、それの前日誕にはなるんだけど、ね、まあ、その最初にあいつモンスターたちがやってきた日を描くっていう、そういう、はずなんだけどね、映画なんだけどね。うん、やっぱその前2作の方が全然圧倒的に面白かったんで、まあ、そこまで、まあ、結構ね、いろいろあるんだけど、いろいろあるね。そもそもさ、これ、で、ワンってなってたら、本当、1日目のもさ、もっと詳細にやるのかなって僕、思ってたんですよ。その1日だけの話で終わるかと思うよね、確かに。思いきや、ちょっと違うんだよね。あ、もう何しか経ってるみたいな。早めっていうさ、あ、はいはい、結局メインなんだ、そっからなんかね、1週間か10日ぐらい経っても荒廃したところで、そう、今回の主人公がこう生きサバイバルするみたいな、うん、あれそれじゃあなんか、まあ前日さんなんだろうけど、あんま変わんなくねっていうさ、うん、いや、でもまあ設定的には、だからその前の2作が、やっぱり家族の
物語っていうか家族に起こる悲劇に集中して、描いた作品だけど、うんまあ、今回は本当に、ニューヨークの都会で、うんまあ、しかも難病を患っててもうホスピスにずっといなきゃいけないという黒人の女性、ね、ルピタニョンゴが、ルピタニョンゴがあの主演で、まあ、その 女性と、まあ、と連れてる猫と猫っていうね猫とが中心でやっぱりこの一人に集中してるっていうのと、あとまた途中から中年のおっさんが一人加わって、この二人のバディ映画で、まあ、ロードムービー的にな展開になってくんだけども、うんまあ、その本当に赤の他に本当にばったり出会った二人が、まあ、どうサバイバルしていくかっていうふうな、まあ、ちょっと前の二作から視点を変えたサバイバルなんだけど、やっぱそのね、前の二作のやっぱ家族のドラマの方がやっぱ強いよねっていうのはどうか、うん。まあ、あのやっぱ 赤の他人の物語ってちょっと弱くねみたいなところもちょっとありました。で、なんて言うんだったら、そのもうちょっとさ、そのなんだ情報をさ、どうやってあの音が、ね、静かになると、あいつは気づかねえとかさ、どこで知ったのっていう感じがあるじゃないですか。それがもういつの間にかさ、もう知れ渡ってんのね。あれがやっぱり、ちょっと下世話だったよね、だから。だその前の2作があるから、見てる人はそこら辺も、説明しなくていいんじゃないってところで、作り手側がはしょっちゃったっていうのが分かる作りだった。いや、分かるけどね。うん、でも、デイワンで前日譚なんだから、やっぱりそこの、やっぱり、モンスターの正体が分かんないってところをもうちょっと描いてほしい。もっとバクバクさ、こうなんかね、うん、や謎の生命体にやられるとかさ。うん、ぶっちゃけね、前の2作があるから、どんなモンスターの姿とかって分かってるわけじゃん。うん、もちろんね。俺、もっと見たかったなっていうのは。まあ、遠くでいっぱいわらわらって出てくるシーンはあるけど、もっとアップでいっぱい見たかったんですけど、まあ、ただね、一つだけこうあよかった いいところを言うと、うん、ラストのね、そのルピタニョンがこうウォークマンで聴いてるニーナ・シモンの曲は良かった。あ、そうだ、曲かい。そう曲の話かい。あれは良かった。わかりました。まあ、それぐらいにしときますか。そんな感じですね。あとある、なんかどうしましょうかね。一応ヒット作で言えば、はい、ちょっと、映画野郎っぽくないんだけど、はい、一応2週連続1位だったディアファミリーっていうのをちょっと、はいはい、触れときますかね。大泉洋さん主演のディアファミリー。ディアファミリー。しかも実はベースというね。実はベースで。これね、僕ちょっとレビュー書かなかったですけど、でもね、良かったんです。割と良かったんですよ。まあ、そうね。っていうのも、あれ、昭和40年代後半から、そっからの、その、大泉を演じる町工場の、まあ、お父ちゃんね、うん、まあ、社長さん。の娘さんがちょっと重病にかかって、うんうん、でそのお友ちゃんなんかそうね、やっぱりなんか機械を作るあれで、そうそうそう、町工場だからね、うん、でもあちこち、まあ、ちょっと一応社長だからお金がある程度あるわけで、うん、こういろんな医者に掛け合うけど、もう心臓外科医とか掛け合うけど、なかなかこううまくいかないと、うん、というところで、じゃあどう来るかといったら、じゃあ俺が人工心臓を作ると、自分で作ろうっていう決断をする、まあ、その姿は美しいし、うん、まあ、ドラマとしても結構引きの強い話だなと思うけど、なんだろうね、その感動する父さんというか、なんだろうね、泥臭いんだよね、泥臭いんですよ、もうなんかやり方が、大学、なんだ、医大のさ、研究所にこもって、こう作る、ああ作るとかさ、こういろいろやっててね、そういう賢明なところがね、なかなか奥に向かったし、あとね、もっといくつかね、こういいところあるんだけどね、あんまね、闘病区が割と少なかったんでね、そこはかえってよかった。うん、こう必要最低限のその闘病の辛さをこう抑えて、うん、逆にその大あの主演のその町工場のね社長さんを演じたその大泉洋ね、大泉洋のその陽キャっぷりをこううまく使ったなと、うんうん、まあ、だからいろんな逆境があって、いろんな壁にぶつかってっていうところを、もう持ち前のポジティブさでなんとか全部乗り切ろうっていう、そういうまあ元気をもらえるような映画であるだけど、まあちょっとね、まあ映画のっぽい話ではないけど、でも後半のね展開のねちょっと意外なところとか、ちょっと面白かったよ。そうだよね。そんな風な感じでちょっとねじれちゃうのみたいな。あともう一つ言うと、冒頭さ、なんかいきなりその町工場の社長さんがアフリカ出張する話があって、なんでそれ持ってくるのって僕思ったんですけど、もうそれだけもうなんかね、その時に会社が倒産しそうにってやばいってなった時に、アフリカに行ってなんかそのゴム製品かなんかを売って、それでこうお金を稼いでくるっていうバイタリティがある人っていうのを描きたかったんですよね。だからエピソードでキャラクターをちゃんと見せるっていうね、うまい。で、それだけのバイタリティがあるから、もう自分で人工心臓を作るためにこうあちこち奔走するそのバイタリティが生かされてるという、うん、なかなかねこれうまい脚本だなと思ってね。なるほど、ね、
やっぱり大泉洋映画としても、うん、やっぱりあのある意味、まあ、一番の代表作って言えるかどうか分かんないけど、やっぱり本当に主演、うん、主演作としては結構上の方に入る作品じゃないかなと思いました。ハズレ少ないですね、うん、やっぱりいい作品結構多いですね、多いですね、はい、っていう感じでしょうかね。今回の延長戦これぐらいにしておきましょうか、はい、ということで今回は2024年6月公開映画ベスト3延長戦でした。以上、はい、映画野郎チャンネルの高評価と